この動画では、歴史についてできるだけ詳細に調査を行っています。しかし、稀に他の文献と年表が一致しない場合があります。特に、近年の歴史研究では、元の文献の西歴や言語が新たな研究によって見直されることがしばしばあります。そのため、細部にこだわりすぎず、リラックスしてご覧いただくことをお勧めします。 明治維新から西南戦争まで1872年から1877年の日本の歴史を一気に解説こんばんはまたはこんにちは「リラックスストーリーズテレビ」です前回のエピソードでは私たちは江戸時代がどのような時代だったのかそして知性と政治的影響そしてその時代の文化と戦争について詳しく解説しました 動画の詳細は説明欄に記載しておりますので、ぜひご覧ください。今回のエピソードでは、明治維新から西南戦争までの時代、つまり1872年から1877年までの日本がどのような時代だったのかについて深く掘り下げていきます。この時代は、日本が西洋の制度や文化を取り入れて近代化を進める一方で、旧来の体制に対する抵抗も見られました。具体的には、 太陽暦の採用明治6年の政変板垣太輔らによる民選議員設立の憲伏化提出ロシアとの千島フト交換条約朝鮮との日朝修好条記締結そして最大の族氾濫であある西南戦争などがありました。このエピソードでは歴史の流れを追いながら時系列で各トピックを順番にご紹介してまいりますが年代指定があるトピックは その特定の時代の重要な出来事を詳細に解説しています。一方で、マークがついている年代指定がないトピックがあった場合は、その時代全体の象徴となる要素を取り上げています。このチャンネルでは、世界の偉人や童話、また、小説を切り崩すことで、人生の知恵を学ぶことができます。この物語を最後まで見ることで、 動画に込められた教訓や歴史を学び、物事の本質を理解することができるようになります。誰もが自分の人生をより充実させられるよう、知恵や学び、振り返りを配信しています。少しでも興味を持っていただけましたら、チャンネル名がわからなくなる前に、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。明治時代の変革、 1872年から1877年。今日、私たちが振り返るのは、日本が西洋の制度や文化を取り入れ、近代化を進めた一方で、旧来の体制に対する抵抗も見られた時期です。この時期には、太陽暦の採用、明治6年の政変、板垣大輔らによる民選議員設立の憲白化提出、ロシアとの千島カラフト交換条約、朝鮮との日朝修好条規締結、 そして最大の四族反乱である西南戦争など、重要な歴史的出来事が起こりました。これらの出来事は、日本が近代国家へと変貌を遂げる過程で起こり、その時代の日本の社会、政治、文化に大きな影響を与えました。これらの出来事を通じて、日本は新たな時代へと突入しました。さあ、一緒にこの興味深い時代を振り返り、その影響と意義を探求しましょう。 1872年、明治5年太陽暦が採用された、日本が西洋の太陽暦を採用した。この年の11月9日、明治政府は大きな一歩を踏み出しました。それまで使用していた天保暦を廃止し、新たな時代を迎えるための新暦太陽暦グレゴリオ暦を採用することを布告しました。この変更により、 旧暦の明治5年12月3日は新暦の明治6年1月1日となりました。太陽暦は、天球上の太陽の運動を基準に定められたもので、古代エジプトから始まり、ユリウス暦グレゴリオ暦と改良され、現在ではほとんどすべての国が太陽暦を使用しています。この改暦が政府から発表されたのは、至高のわずか23日前のことでした。そのため、 移行に際しては大変な混乱が生じました。この改暦のため、明治5年は12月3日から12月30日までの28日間が存在しなくなりました。この改暦の理由は、表向きは欧米の暦とのずれを解消することとされていますが、実際には、陰暦のままでは明治6年にウルうズキという13番目の月が生じることになっており、 公務員の給料を月給制にしていた明治政府にとって対応歴の方が都合が良かったとも言われています。次に何が起こるのか一緒に見ていきましょう。1873年、明治6年。明治6年の政変が発生、西郷隆盛ら参義の半数が辞職、政官論が原因となった。この時期、日本の明治政府内で政官論をめぐって意見が分かれ、 政府首脳が分裂した結果、大きな政変が発生しました。政官論とは、朝鮮半島への進出を主張する論議のことを指します。この政変の中心人物である西郷隆盛は、参議の一員であり、政官論を主張していました。しかし、政官論に対して反対の立場を取る者も政府内には存在しており、その結果、政府内部での対立が深まりました。政変の結果、 西郷隆盛をはじめとする参議の半数が辞職しました。また、軍人や官僚約600人も職を辞することとなりました。この政変は、日本の近代化を進める過程で起こった重要な出来事であり、その後の日本の政治情勢に大きな影響を与えました。これらの出来事を通じて、日本は新たな時代へと突入しました。 1873年、明治6年の政変が発生し、西郷隆盛ら三議の半数が辞職しました。政官論が原因となったこの出来事は、日本の歴史に大きな影響を与えました。しかし、あなたは次に何が起こったかご存知ですか ?1874 年、明治7年、板垣大輔らが民選議員設立の憲白化を提出、民主主義の発展に寄与した。 この時期、前参議の板垣大輔、後藤昌二郎らが政府に対して最初に民選の議会解説を要望した憲白化が提出されました。この文書は自由民権運動の端緒となりました。1874年1月17日、板垣大輔らは愛国高等を結成し、反政府運動を始めました。愛国高等は天付人権論に立ち、先制政府を批判しました。 彼らは、天皇と親民一体の生態を作るべきだと主張し、士族や豪農、豪商ら平民に賛成権を与え、議会を開設せよとも主張しました。民選議員設立権白書の草案は古沢う郎と小室信夫がまとめ、板垣大助前参議。後藤昭次郎、前参議。江藤新平、前参議。添江地又根オミ、全議。百合木美ま前東京府知事。 岡本県三郎、前大蔵王女及び寄送者の古沢氏、小室信夫の8名が連名でサインに提出しました。この剣白書は政治権力が天皇にも人民にもなく、ただ有志先生、有志イコール官僚にあることを批判しました。そして天下の抗議を張ること、つまり民選議員を設立することがこの窮地を救う道であると主張しました。 1874年、板垣大介らが民選議員設立の憲白化を提出し、民主主義の発展に寄与したことは、私たちが今日享受している自由と平等の礎を築いたと感じます。さて、次に進む1875年、日本とロシアが千島カラフト交換条約を締結しました。これは、国際的な視野を持つ日本の新たな一歩だったと思います。 1875年、明治8年、ロシアと千島カラフト交換条約が締結された、日本とロシアの間で領土交換が行われた。1875年、明治8年の5月7日、日本とロシア帝国は歴史的な一歩を踏み出しました。その日、カラフト千島交換条約が署名され、同年の8月22日に東京で批准されました。この条約は、 1854年の日露通行条約で雑曲共有としていたカラフト、現在のサハリンで頻発していた日露両国人の紛争を解消するためのものでした。具体的には、日本はカラフト全土をロシアに譲りました。そしてその代わりに、シュムシュ島からウルップ島までのチシ島列島すべてを日本領としました。これにより、カラフトに対する日本の領有権と、当時のロシア領だったチシ島列島、 北千島列島が交換されたのです。この条約により、北海道やカラフト、そして千島列島における先住民であったアイヌの人々は、3年以内に自身の国籍を選ぶことを求められました。日本国籍か、それともロシア国籍か。そして、国籍と居住国が異なる場合、彼らは居住国を退去し、国籍と一致する国の領土へ移住することを余儀なくされました。 この条約の結果、日本とロシアの間の国境が確定し、それぞれの国の領土が明確になりました。しかし、この条約は現在の北方領土問題の原因の一つともなっています。1875年、日本とロシアが千島カラフト交換条約を締結し、領土交換が行われました。私はこの出来事を振り返ると、国際関係の形成における重要な一歩だったと感じます。 あなたはどう思いましたかそして、次に進む1876年、新たな歴史的な出来事が起こりました。それは日本と朝鮮の間で日朝修好条件が締結され、友好関係が確立されたことです。私はこの出来事を見て、日本の歴史における重要な節目だったと思います。主張後、あなたはどう思うでしょうか ?1876 年、明治9年。 朝鮮と日朝修好条記が締結された、日本と朝鮮の間で友好関係が確立された。1876年、明治9年の2月26日、日本と李氏朝鮮は歴史的な一歩を踏み出しました。その日、日朝修好条記が署名され、日本と朝鮮の間で友好関係が確立し、朝鮮の開国が促進されることとなりました。この条約には、 具体的な内容がいくつか含まれていました。朝鮮国は自主の方であり、日本国と平等の権を有すると明記されました。外交施設の相互派遣が規定され、釜山などの開港が規定されました。また、開港上での日本領事の領事裁判権が規定されました。朝鮮が真の殺風国であったが、鎖国政策を国是としていたため、国際交流は非常に限られていました。 しかし、この条約はその状況を変える契機となりました。その後、朝鮮は似たような内容の条約を他の西洋諸国、アメリカ合衆国、イギリス、帝政ドイツ、帝政ロシア、フランスとも締結することとなりました。しかし、この条約は日本に有利な内容の不平等条約であり、近代日本の朝鮮侵略の始まりともされています。領事裁判権、日本諸貨幣の流通、 輸出入り商品一切の関税免除などがそれであり、これら一連の特権によって、近代日本の朝鮮侵略が始められたのです。このような背景から、日朝修好条記は現在でも議論の対象となっています。1876年、日本と朝鮮が日朝修好条記を締結し、友好関係が確立しました。 私はこの出来事を振り返ると、日本の対外関係における新たな一歩だったと感じます。そして、次に進む1877年、最大の氏族反乱である西南戦争が発生しました。これは、時代の変化に抵抗する氏族の反乱であり、政府軍がこれを鎮圧したことは、新たな時代の到来を象徴していたと思います。1877年、明治10年、 最大の士族反乱、西南戦争が発生、士族の反乱が起こり、政府軍がこれを鎮圧した。1877年、明治10年の時代、日本は大きな変革を経験していました。その中で、西郷隆盛を名手とする士族が武力反乱を起こし、これが日本国内で最後の内戦となる西南戦争が始まりました。この戦争は、現在の熊本県、宮崎県、 大分県、そして鹿児島県で行われました。西南戦争の背景には、明治政府が急速に江戸時代の制度を改めていく中で、士族の存在意義が失われていったことがあります。政府は農民からも兵を集める徴兵令を出し、士族から刀を取り上げる配当令を出しました。また、国の支出の30%近くを占めていた士族の給与、過力も縮小廃止の方向へと動きました。 これらの政策により、中期下級士族たちは生活に困るようになりました。1877年の1月29日から9月24日までの間に、西郷隆盛を名手とする鹿児島県の士族が判断を起こしました。しかし、政府軍に追い込まれ、西郷は切腹することになりました。この戦争は、日本全体に多大な影響を与えました。政府軍は約8万から10万人、 反乱軍は約2万から3万人で、それぞれ戦死者は6400人と6800人でした。私たちは一緒に1872年から1877年までの歴史的な時期を見てきました。この期間は、日本が西洋の制度や文化を取り入れて近代化を進める一方で、旧来の体制に対する抵抗も見られました。具体的には、太陽暦の採用、明治6年の政変、 板垣大輔らによる民選議員設立の憲白化提出、ロシアとのチシマカラフト交換条約、朝鮮との日朝修好条旗締結、そして最大の氏族氾乱である西南戦争などがありました。私たちの旅はここで一旦終わりますが、次回の動画ではさらに深く掘り下げていきます。いかがだったでしょうか。今回の動画では、 1872年から1877年、明治維新から西南戦争までをご紹介してきました。次回は明治時代、1880年から1889年、国会開設運動から大日本帝国憲法発布に続きます。最後まで視聴いただき、ありがとうございました。今日または明日が、あなたにとって素晴らしい一日になることを願っています。 それでは次回の動画でお会いしましょう。最後までリラックスストリーズテレビをご覧いただき、ありがとうございました。次回作も現在制作中です。まったり、ゆっくりく、ね、非常に評価していただけるよう頑張っております。チャンネル登録と、いいねボタンを押していただけると、私たちの励みになります。今後も皆さんも心地よ良い時間を過ごしていただけますよう、頑張って制作してまいりますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。 それでは皆さん、ね、次回までごきげんよう。